速球をひふみが8回2失点の好投を見せる。いいね。何そのいや、まあ普通はあれなんだろうけど、あゆの字の投球フォームが前鏡だから、なんか写真集みたいな。TBS ボールパワフルプロ野球、お待たせいたしました。全国の頂点を決める戦いが今始まります。愛知県全国大会決勝戦の模様をお伝えしてまいります。一塁側終わり、三塁側持ち丸、ご覧の通りスタンドは満員のお客さんで埋まっています。よっしゃー、さあ決勝戦のプレイボールです。三塁側ってことは先制か。実力は五分。バッターは兵庫の大砲、メイ。ツーアウト。マウンド上ピッチャー。流し打ちでルイ出て、あ、転がせでもいいけど、転がせでルイ出て、アキちゃんで入れるか。投げました。初球を打った。ボールはライナーで。転がさない。掴んでこれで3アウトになります。工藤、まず初回をきっちり3人で仕留めました。みんな言うこと聞いてくんない。おお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 。1点入ってるぞ、向こう。ツーアウト1、2塁。同点のチャンスです。ツーアウトランナー1塁2塁という場面で、バッターは1年生、兵庫の大砲、メイン。ランナーは和尚さんと三月。調子悪いかな。ポール CD。ツーアウトだった、ヒットエンドランがある。第9、ランナー走った。打ちました、ヒットエンドラン。これでスリーアウトチェンジ。持ち丸得点圏に強い。ヒット1回も出てないぞこっちのチーム。どうした。持ち丸同点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で、バッターは2年生、兵庫のカタパルト、マビ。1イニング第1打席はフォアボール。次は4球目ボール。うん、お、フォアボールある。投球これから5球目、これは外れてフォアボール。なんでか知んねえけどフォアボール多いんだよな、みつき。お祭り開始するか。さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。このわしそんなだな、うまそう。第9、投げました、真ん中に決まった、ストライク。投球これから2球目、打ちました、うん、ファール。第3球を投げました、ストレートはボール、インコース高め。さあ4球目。さあ応援が変わった、効果が出るか。抜けた、レフトバックホーム。いいぞ、はい、満塁。満塁で朝日、満塁で朝日、ヒットが生まれました。揺さぶって、さあここは相手に揺さぶりをかけてくるのか。スクイーズ。第9、ランナースタート、初球スクイーズ、ボールを取る。ピッチャーから一塁送球、オッケー、スクイズ決まった。まずは同点、まず1点。さあ勝ち越しのチャンスにバッター、調子の悪いオシオス。お祭りは開始してるはずだから、アイアアンダついてない。フルヒッターワンチャン。投げた、初球空振り。どうせなら奥目でアウト。投球これから2球目、打ちました、うん、転がした。抜けた、みんな逆を行くじゃん、指示に。1点リードに変わりました。押しをタイムリー、初安打。さあノーアウト満塁という場面でメイ、今日はライトライナーとショートライナー、ね、うん、ここはスクイーズかと見せかけての。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。投げた、打ちました、3塁ランナーホームに帰ってくる。持ち丸さらに1点追加。持ち丸なおもチャンスが続いています。やはり4番の仕事はアキちゃんに任せなさいということなんですね。投球これから4球目、スリーバントスクイズ。セカンド取ってアウト、スクイズ決まった。持ち丸リードを3点に広げます。これも戦術よ。追加点のチャンスにバッターコステロ、今日はフォアボール。あそこにいるんでセーフティーバント。第9、投げた、いきなりセーフティーバント。サード取った、サードから1球間に合わない、さすがに。スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって、よしよし、あるぞ優勝。あ、秋の大会。
初勝利、優勝欲しい。最後だからね、2年生組の最後の秋の大会だから。今喋ってんだこっちが。第9投げた、初球ツーシーム空振り。第2球投げました、このボールも空振り。1イニングだから、そうか、裏も弱るの強いぞ。高めボール球、ファール、ファールボール、投げました、空振り三振。最後は149キロストレート。第9投げました、初球空振り。2球目、これも空振り。さあ投球は5球目、空振り三振。ひふみ、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。6回裏の守備、ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で、バッターは1年生谷村。さあ次の投球打ちました、ダメだ、1点入る、いや2点入るか、させるか。谷村タイムリーツーベース、持ち丸なおもピンチが続きます。ツーアウトランナー二塁三塁となりまして、石垣、追いつかれたくないね。ここは早めだけど、颯太くん調子悪い、うん、第9投げた、もう第2球打ちました、取りました、これで3アウト。中盤まで終了しまして4対2、まだ2点、この回1点を返しています。持ち丸レイドで迎える7回、2点差のまま1回というか、増やせるな、増やした。稲妻朝霧、稲妻見せたるで、バントしてきた、おーサード取って一塁送球アウト、うん、スコアリングポジションにランナーを進めました。ワンアウトランナー二塁に変わります。追い込まれてからがおしょうさんのいいところ。第4球を投げました、スリーバントだ、一塁線点点としている。押しをスリーバントは失敗に終わりました。バッターは1年生メイ、今日はここまで3打数ノーヒット。第9投げました、初球から打ってった、落ちないかな、ライト落下点、取ってアウト、スリーアウトチェンジ、綺麗に抑えられた。セカンドランナー残塁、7回の表が終わって、む、1点返された、まずい。持ち丸同点のピンチです。ワンアウトランナー2塁という場面で、バッターは2年生山本。第9はい打ちました、初球打ち、頼む、浅木、センター方向へ持っていきましたが、取りました、ランナー2塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。1球ストライク、4番に相手投げました、はい、インサイド見送ってストライク、いきなり152キロ、ただの緩急。さあ次の投球、2球目空振り、はい、ストレート2回続いた後のこの球が取れるかな、はい、空振り三振、ひふみナイスピッチング、ひふみなんとか切り抜けました。7回の今のは脱三振のフォアボール、持ち前リードで迎える8回です。1点ぐらい入れてあげたい、バッターは1年生ミチェル、ワンアウト。もうここは今チャンス来てないから、そのままの踏みでいけるので。第9投げた、初球決まってストライク、一塁牽制、タッチはセーフ。第2球投げた、外のボール球、一二塁間の当たり、ライトからサードへ、ナイスヒット、ミチェルナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。チャンス来てしまったが、ラッキーボーイ、さあラッキーボーイの本領を発揮してほしい。遅れるのか。第9投げた、外れた、ボール、バンと警戒してハイボール流し。第2球、よし計算通り、緩い角への当たり、抜いていった、ライトバックホーム、バッティいいバッティングを見せました。お、見せ場来ました。投げた、打ちました、地味でもいい、それでいい、破
持ち丸1点入りました。マミタイムリーヒット、今日初めてのヒットになりました。さあワンアウト満塁という場面で、ひふみ、あいの字、ここはなんとあいの字じゃなくここで出ます。そうだ、さあワンアウト満塁という場面で、セラ、全国大会の魔物発動。さあ怖いのは全国大会の魔物。スクイーズ、センター返し、第1球投げました、決まってストライク。1球目ストライクからボール。第3球を投げました、ストライク。さあ4球目、よし、バックホーム、間に合うかどうか。よしよしよし、いけいけ、回れ回れ、これが魔物の恐怖。なおもチャンスが続きます。手が震えておるな。打順のトップに帰って朝霧、さあここは勝負するか。ああ、そうなったらもうスクイズやっても間に合っちゃうよこれ。ああ転がすか。第9球投げました、直球見送ってストライク。さあ次の投球、直球空振り。あれ、第3球を投げました、打ちました。第4球を投げました、打ちました。まあ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 、まあ、取れない。花見今拾った、ショートから一塁送球。持ち丸、なおもチャンスが続いています。バッターは1年生、さあ今日はここまで3打数1安打、ね、1三振。完璧なスクイズ見せましょう。第1球ランナースタートを切った、いきなりスクイズ、ファール。ファールかい。完璧なスクイズ見せましょう。第2球ランナー走った、アントスクイズ。サードボールを取る、アント送球それた、はい、スクイズ決まった。持ち丸リードを5点に広げます。山本完全勝利させてもらいますよ。満塁の場面での登板です。期待しましょう、注目の投球です。点入れるなら、ここは転がせとか引っ張りでいい。第1球投げた、完全に外れた、ボール。危な、出た、打ちました。ボテボテの当たりはファーストゴロ、ホームアウト。キャッチャーから一塁、アウト、落とした落とした。持ち丸、なおもチャンスが続きます。さてここで決めます。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。第1球、初球はカットボール、空振り。初球空振りからボール、サードランナーちらってみた。第3球を投げた、いけー、いった、伸びていった、見せました。これがうちの4番です。アクションナイス。ライトスタンドへ突き刺さった。ザイリー、ナイスナイスナイス、やったねよ。1回裏の守備、ソータ君でいいか。追う展開で迎える8回です。ワンアウトランナー2塁という場面で、バッターは1年生谷村。今日はここまで3打数1安打。ロシアップ、持ち丸伝令が走ります。マウンドに選手たちが集まっています。8回かまだ。第6球を投げました、外のボール球打った、当たり底でのサードゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。1回裏で代打を出した。第1球目投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、惜しいボールを取る、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。あと1回、二塁ランナー和田残塁に終わりました。8回終わりました。9回終わり。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー三枝。調子は悪くなったが、投手能力をそもそも上げて、持ち丸今日2回目の伝令を送ります。頼んだ。さあ監督はどんな言葉を。調子悪くてもいける、それがエースです。第9球投げた、初球落ちました、いいよ、任せなさいと。噛みました、これでワンアウト、ランナー。あと2人、
バッターはトップに帰って北沢、今日はここまで3打数1安打2、3、投げました、打ちました、おボールはライナーにライト、ライトを取りました。あと1人、右バッターボックスは花村、持ち丸、ここは何としても抑えたい場面、花村ここで伝令発動行けよカッパ、最後の伝令盛り上げてこい、優勝おめでとうございます。気が早い。第9投げました、直球ストライク高め、引力ストレート決めて最高1球投げました、これもしかしいいよー、ピッチャーよねー、魂を込めて投げ込みます、マウンド上はセラ、ファンキー第3球を投げました、内角低めボール、全力いったな、うーん、もうここは2番特急第4球を投げました、打ちました、フラフラッと上がった、おらい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 、取りました、ゲームセット、この瞬間勝者が決まりました、ほらこれでいいんだな、長かった道のりですが、リクエストにも応えてやったぜ、ここからということになります、本当に素晴らしい戦いを見せてくれました、はい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 、力勝利勝利完全勝利 I love we love number one、 どれをとっても世界一、 Only one your number one、 太陽線心意気、もちまる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 、甲子園じゃないけど優勝おめでとう、この勢いでいこう、春もお伝えいたしました、4時間も試合してる、素晴らしいやっぱ甲子園魔物が強い、ついに秋の全国優勝です、このまま春も夏も制覇しちゃいましょう、そうだね、3連覇したらすげえかっこいいんじゃない、お、秋ちゃん人気者、満塁男が本塁打になった、いいね、安打だったんだよね、満塁男、満塁の時に安打が出やすい、本塁打、ホームランが打てやすくなった、お、ワンレイ男アンダイなんだね、面白そう、ファスティンミート62、走力58、アメさん69、肩いいです、順調です、ね、監督、ひふみくんの知名度が上がってきました、お、変わるか、なんだ速球王だっけ、今世間でも顔を覚えられてきたようです、近畿とかになったかな、じゃあ近畿の魔術師やったじゃん、魔法使いになりたかってたからね、おめでとう、昨日の試合が全国紙で取り上げています、はい、見てみましょう、あ、あきちゃん持ち名度は近畿クラスになった、世間でも顔が覚えられてきたようです、兵庫だ、兵庫の街道になった、まだなってなかった、あだ名あきちゃん、驚きだその事実、街道いいね、ローラーだ、ノックマシーン、強豪を破り4強入り、速球をひふみが8回2失点の好投を見せる、いいね、何そのいやまあ普通はあれなんだろうけど、あゆの字の投球フォームが前かがみだから、なんか写真集みたいな、
はい、カタパルト、マミアナの好リード光る。秋決勝へ駒を進める。秋の全国大会の魔物が顔を覗かせる。全国大会初優勝を決める。いいね。12対3、完全勝利かな。完全勝利、まさに効果じゃん。うん、意外性がやっぱ高いね、うちのチーム。特殊能力がだいぶついてきたって感じかな。機動力、守備力、どっこいの気持ち、打撃力が落ちてるって感じかな。やっぱ投手に助けられてるね、うちのチームは。あ、言うてね。太田くん、コントロール83、157、ヒレ、伸び、玉持ち、うん、パーム。パームっていうのはちょっと気に入らんけどね。テンポ丸。打たれ強さ B、玉持ち丸。アユノジにも特殊能力もうちょいつけたいんだけどな。ニツキンは肩がいい。あんなにね、入学当時は肩弱かったのに、肩上がんねえよって言ってたのね。ホーム刺繍、まあ守備職人、キャッチャー A。キャッチャーとしては相当優秀な存在になってますね。補給も C 行ったし、あとはもうちょっとパワー上げてあげて、走力でもいい。まあパワー、うん、プルヒッターついてることだしね。満塁男、対左、さよなら男、プレッシャーラン、リベンジ。打てなければ打てないほど能力があるってやつか、これ。ミート55。ミート C。パワー A まで持ってってからミート C 行きゃいいかな。補給か。補給は最終的になんかアイテムでって感じかな。和尚さんが特殊能力いっぱいついたもんね。ムード丸。ミート C、パワー D、強力 D、肩 D、守備力 B、補給 B。補給あと一押しなのか。うん。ミチ。ミチがね、盗塁、走塁、早急 C っていうのは結構、あれなんだけど、化けるんだけどな、なんか能力つけば。E と C、パワー D、動力56、うん。アスティンが器用貧乏になったかな。守備力はあるんだけど、打撃で活躍いまいちできてないね。弾道を上げてやるか、この冬。3にしてあげようかな。うん、コスモちゃんも3だもんね。アサギンはまあ2でいいんだよな。そんなに転がすタイプだもん。青梅さん2だったの。そういや、それあげねえとな。この冬あげますか。じゃあパスティンと青梅さん弾道あげる。お疲れ様です。今日は練習の前に試験があります。私も頑張らなくちゃ。まあ結構みんないい成績取れんじゃないの。おっと、新月くん大丈夫かな。あ、際立った成績を残した選手は特にいなかったよ、はあ、平均点だったようだね。はい、じゃあ一回休憩挟みます。